共産党初の女性トップです。歴史や伝統を受け継ぎながら、だからこその発展があるんだという、ぜひ、日本共産党の成長発展のために力を尽くしていきたいというふうに考えてます。共産党は今日の党大会で、23年にわたり委員長を務めた志位和夫氏が退任し、田村智子政策委員長を新しい委員長とする人事を決定しました。女性が共産党のトップになるのは初めてで、志位氏は空席となっていた議長となります。